ABC 世界フライ級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー WBC 世界フライ級チャンピオン111パウンド4分の3競泳所属ユーリー・アルバチャコフ。チャンピオンのユーリー・アルバチャコフが紹介されました。16戦全勝 13KO 無敗です。コーナー挑戦者 WBC 世界フライ級4位112パウンド韓国チャーナムフン。チャレンジャーは WBC 第4位韓国のチャーナムフン。22勝 13KO 1敗1引き分け。ジャッジ今日のゲストの堤さん、はい、どうですか、こうやってもう近くで見てて。いやもうワクワクしますね。そうでしょうね。すごい皆さん体が綺麗ですね。そうですよね、今ジャッジが紹介されています。ハロルド・ローレンスさん、ホセ・グエラさん、そしてヘッス・アリアスさん、レフリーはアメリカのカルロス・ハディーラさんです。渡辺さん、はい、さあ今日この試合のですね、はい、渡辺さんからご覧になったポイントですね。そうですね、やはりあのね、ユーリーのはね、はい、やっぱりチャンピオンですからね、はい、僕は意外と見て立つと思います。見て立つ、はい、チャンピオンのボクシングすると思います、はい、あのチャン選手はね、やはり挑戦者ですからね、はい、本当はあのガンガンいかないとダメなんですが、意外と彼はねボクシングを組み立てると思うんですよね。なるほどね、はい、ですからあの無防備なあの韓国独特のね、あのブルファイターというかね、そういうパターンでスタートはしないんじゃないかなと思うんですけどね。そうしますと早い回というよりも中盤から後半という感じでなりますかね、勝負どころは。そうですね、ですけどやはり自分の軸にして相手を動かしたいですからね、どうしても相手は前に来ますからね。なるほど、ですから1ラウンドゴングなってみないとこれは分からないですね、はい、はい、採点は10点砲フリーノックダウン制、ダウンは最終回以外ゴングに救われません。グローブはメキシコ製の8オンスのグローブを使用します。偶然のバッティングは3ラウンドまでドロー、以降はジャッジペーパーによります。 WBC 世界フライ級タイトルマッチ、いよいよ第1ラウンドのゴングが鳴りました。緑のトランクスが挑戦者のチャ・ナムフンです。今日は黒のトランクスで登場いたしました、チャンピオンのユーリ・アルバチャコフ。やはりユーリがね、やっぱり自分を中心に動かそうとしてますね。なるほどね、チャー選手がちょっと揺れてますね、はい、あの聞くところによりますと、はい、チャは比較的ですね、あのスロースターターの逆で、はい、まあ、結構こう第1ラウンドからトップギアに入るタイプなんだというような情報が入ってきてたんですけどね。あの KO 率はすごいんですけどね、はい、あの僕がビデオ見た中では あまりあの前半からガンガン行くボクサーではないんじゃないかなと思ったんですよね。あ、なるほど、まあですけどね、やはりチャレンジャーですからね、はい、やっぱり一勝2回のチャンスですからね。そうですよね、12ラウンドもう自分の力を振り出し切ってるんですね、はい、しかし渡辺さん、はい、チャンピオンの有利のですね、右のストレートクロスカウンターですね、カウンター、ね、これはすごいですね、やはりなかなか今ねお互いね出方を見ながらね、はい、パターンを作ってますね。あ、なるほど、はい、意外とあの無防備にガンガンあのチャンも行きませんね、はい、今左のジャブをボディへ持っていきましたチャンピオン。それから挑戦者は少しボディが弱くてスタミナに難があるというような話も聞いてるんですけどね。公開スパーリングの時にあのカッパを着てましたね。あ、なるほど、ですからあの試合の数日にもかかわらずいわゆるカッパを着てるということはね、ええ、減量に総楽ではないのかなという、まあ、気配も感じるんですよね。あ、そうですか、はい、今いい右のクロスが炸裂仕掛けましたチャンピオン。画面の右側がチャンピオンのユーリ・アルバチャコフ、ジャブのダブルです。挑戦者チャ・ナムフ、今背中が見えておりますのがチャです。大きな右、渡辺さん今の右ですね。そうですね、あの合わせて打つと、はい、あのユーリの左に合わせて右をかぶって打つのがね、はいはい、それが武器でしょう。そこは突破口をね開いて打っていくと、はいはい、ボディから右、ボディから右に入りましたチャレンジャー、大きな左から右をフォローします。意外とあの打ち合いしてますね。そうですね、あのそうですね、
スタートした時はね、意外と相手の様子を見てたんですかね、はい、意外と打ち合いしだしましたね。そうですね、第1ラウンドも残り30秒を切っています。チャーがちょっと目額を切りましたかね。ああそうですね、バッティングでしょうね。フェイントを入れながらパンチを出そうというチャレアですが、右のストレートを持ってきました。カルロス・パディーラさんが中を割ります。おー、ちょっと荒くなったような感じの第1ラウンドですが、さあ第1ラウンドの採点、採点どうでしょう。渡辺さんの採点は10対10です。ご自身もボクシングをやっていたという堤さん、はい、どうですか第一ラウンド見て。チャンピオン柔らかいですよね、動きがね。あ、なるほどね、すごい柔らかいですね、挑戦者もかなりこう動いてますね、思い切ってきますね。渡辺さん、はい、少しやはり変則的な感じありますね、チャレンジャーね。そう、やはり韓国的なね、変則、あの変則でいかなくては有利を崩されないでしょう。有利はあのオーソドックスなこう綺麗な形で来るのに圧倒的に強い感じがありますよ ね、 すね。やはりちょっとガチャガチャとね、はい、あの攻められるとちょっと攻めあぐむという有利の、ややまだあのプロとしてのね、はい、アマチュアの時にああいうボクシングはないですからね。あ、そうでしょうね、はい、左のリードブローが伸びています。チャンピオン画面の右側ボディを狙ってきます。チャレンジャー左のアッパー突き上げていきます。ガードを固めてかなりダッキング、ウィーブ、ワンツー、チャンピオンのワンツー、左。放送席、久保田さん、はい、青コーナーですが、はい、相手のパンチを気にせずにフェイントをかけて、そして脇を締めてスピードを持ってどんどん打っていくと、それから左上のほくろがちょっと潰れたようですね。ああ、そうですか、はい、ボディです。この辺りは落ち着いているチャンピオン。チャレンジャーサイドはテレビ大阪の金森アナウンサーです。ワンツー右を軽く当てます。またワンツーを持っていきます。アッパーから左、そして左のアッパー、いいですね、はい、よく相手を見てますよ、有利はね、はい、あの大竹トレーナーに伺いましたところ、前に比べましてね、だいぶこう左が良くなったと、左服が良くなったという話をしてました。チャンピオンの有利です。やはりね、ガードがいいからね、はい、あの射程距離の中であんなに冷静にボクシングができるんですよね。はい、ストレートです。右アッパーから右を伸ばします。右のアッパーから左を伸ばしました。チャレンジャーです。おー、右、今の右はちょっと警戒しなければいけませんね。交代します。チャンピオンガードボディちょっと低い、はい、まだワンツーです。その後すぐに左のガードを上げました。チャレンジャー、チャレンジャーのワンツースリー、大きな左のフック、ワイド力いっぱい振ってます ね、 そうですね、当たれば危ないですよ。渡辺さん、はい、チャンピオンはここまでしかしよく相手はさすがによく見てますね。そうですね、見ながらまだまだあのまだエンジン全開じゃないですけどね、はい、まだよく見ながらやっぱりきちっと的を当てながらね、はい、はい、左のフックからボディ、左のフックからボディを見舞いました。チャレンジャーのチャ・ナムフン、右のクロスです。大きな右、大きな右、チャは右ですね、大きな右です、チャレンジャーの右ですね、チャレンジャーの。しかし今も何かこう伸び上がるようにしてアッパーを打っていきました。チャレンジャー、こういうタイプは先ほど渡辺さんからお話もありましたが、アマチュア時代には絶対ないタイプですの で、 そうです、ね、やりづらいでしょう。頭からね、振ってきますからね、こういう時渡辺さん、はい、受ける側としては、おっと右のクロスです、右のクロスです。どういうことを気をつけなければいけませんか。やはりあのガードは常にね、射程距離に入るとね、はい、まあ、有利ガード硬いですからね、はい、まず大丈夫と思うんですよね。右、はい、右のショート、うん、右のショートです、有利、すごいですね。ここで第2ラウンドがゴング。このラウンドはやはりドローでしょうね。10対10、はい、渡辺さんの採点はイーブンです。ここで本日の入場者数及び堤さんもこの試合が始まる前、はい、リングに上がりたいななんて話をしてましたけどもね。いいですよね。あの有利選手の試合はもう何回もご覧になったんです。いや、もう全部テレビで拝見させていただきます。はい、どういう印象を持ってます。やっぱ強いの一言ですね。今日は大体どういう試合展開になると予想してました。わからないですね、これ楽しみですよね。そうですね、さあ第3ラウンドのゴングが鳴りました。第1ラウンド第2ラウンド、ここまではパンチの応酬はありますが、お互いに完全にこのラウンドを取ったという感じではありません。
久保田さん、はい、チャンピオンコーナーですが、はい、先ほど堤さんの方からソフトな動きですねという話がありましたがね、それでもあの赤コーナーではまだ不満なようで、もっとソフトに動けという話が出てますね。それから左を出して右でボディを狙いと、そういう指示が何回も飛んでます。なるほど、はい、左を出して右でボディ。チャンピオンサイドはテレビ東京の四谷アナウンサーです。左の大きなフック、かなり体を上下に動かしています。これやはりチャンピオンのこと研究してるんでしょうね。そうですね、やはりあのチャー選手もね、6度 OPBF をね、東洋タイトルマッチをね、はい、防衛してるあと実力者ですからね。そうですよね、はい、2、3、チャレンジャー、チャレンジャーの左のフック、韓国の選手はね、打ちながらね前進するというね、はい、サムディオ戦に比べますと渡辺さん、左のリードは出てますね、はい、チャンピオン、ね、チャンピオン落ち着いてますね、落ち着いてますね、本当によく相手を見ながら、はい、ボクシングをやってますね、はい、バランスも崩しませんしね、よく渡辺さんは攻防のバランスということをおっしゃいますが、そうですね、はい、この有利は攻防のバランスという点ではどうですか。本当にそうです、はい、大きな右を振りました。チャレンジャー左のアッパーから右のストレート、前進します。チャレンジャー交代します。チャンピオン足を使って下がります。このライトハンドはなかなか強烈なものを持っています。チャレンジャーのチャン・ナムフン、今背中が見えておりますのがチャレンジャーです。顔が見えておりますのがチャンピオンの有利。前半有利ちょっと落ちたんですかね、やっぱりチャームをね、中盤から押してますね。そうですね、ボディボディから左のフック、右のクロス、右のクロス、得意のピンポイントクロス、左のジャブです。下がった時もバランスを崩しません。チャンピオン非常にいいバランスをしています。チャンピオンのユーリ・アルバチャコフ、あチャレンジャーが鼻血を出しました。左ノック、残りがまもなく10秒になります。第3ラウンド、左のボディ、ナイスボディ。ここで第3ラウンドゴング。第3ラウンドの採点は10対9、ここで下がれました。有利がこのラウンド取っています。これは第3ラウンドの攻防、あなかなかいい右です。スミさん、はい、スミさんはどちらかというとボクサータイプなんですか、ファイタータイプなんですか。ボクサータイプでやらせていただきましたけど、あそうなんですか、はい、足を使って、でも挑戦者いいですね、ラインどんどん出てきて、渡辺さん、さすがにあのスミさんご自身でねやって出しただけあってね、見方がね、見方がね、はい、第4ラウンド入りました、ね、勇気ありますよね、はい、渡辺さんも世界タイトルマッチで3回韓国の選手と対戦してますが、そうですね、韓国の選手というのはやはりやりづらい部分ありますか。どうしてもね、ちょっとね、ファイティングスタイルがね、低いですからね、はい、バッティングしてまおうそれあるんですよね。ストレート打つとね、あの顎に当たらずに、手こに当たらくというのがあるんですね、おでこですね、はい、そうなるとやっぱり拳を痛めてますからね、はい、なかなかもうちょっとこうボクシングをしてくるかなと思ったんですが、チャレンジャーはやはりコリアンファイター独特のですね、ちょっとこうガチャガチャとちょっと変則に来ましたね、はい、そうでしたね、まともに行くとやはり有利にはかなわないですね、通じないということでしょう、はい、ストレートをボディへ持っていきました。ガードを固めます。チャンピオン、チャンピオン、ボタンガッチ、これは避けました、これは避けています、ボディブローを持っていきます。チャレンジャーのチャ・ナムフン、放送の久保田さん、はい、青コーナーですが、はい、欲を出さずに左を出していくと、それとボディを狙いと、そういったシーンを感じます。アッパーから顔面、右のストレート、右のストレートが一つ、右アッパー、左ロック、ワッツ、チャンピオンのワッツ、ボディを打ちました。これはボディは相打ち、ワンツー、チャレンジャーのワンツーです。負けてないですね、負けていません、打たれたら打ち返すと、いいボディです。
渡辺さん、はい、まあ、強引なところはありますけどもね、はい、かなりこういいパンチ顔面取られてますね、チャンピオンの ね、ピンポイントには当たってないんですけどね、やはりデコとかね、そういうところに当ててますね。はい、大きな飛び込んでいって左ロックです。右を伸ばしましたチャレンジャー。チャンピオンも幾分目尻のあたりが腫れてきた感じ。ワンツー、右のストレートです。渡辺さん、はい、チャンピオンの右の威力スピードですね、どうですか。まだまだね、まだまだ倒れますよ。はい、はい、でとにかく今日の有利本当に相手を冷静に見てますね。はい、焦らずにね、こういう乱打戦になるとね、ちょっとね焦ってくるんですよ。ガチャガチャにね、なってくるんですがね、はい、きちっとボクシングを組み立てながらね、自分のパターンを作ってますね。はい、ジャブを打ちように自分の得意のミスストレートにね、はい、入ってくるところ右のアッパー、計算してるんですね、今も組み合いですね、はい、ダブルです。30秒を切りました。大分大きな左、珍しくちょっと肩に力が入ったか。チャンピオンショートレンジからの打ち合い、右のストレート、ワンツースリーと3発出しましたチャレンジャー。先ほど金森アナウンサーからのレポートで左のリードをもっと出せという話でしたが、ここで第4ラウンドがゴング。このラウンドは10対10、渡辺さんの採点はイーブンです。これは有利の攻撃のシーンですが、このあたりちょっとグラッときました。チャレンジャーのチャーナムフンのトレーナー兼マネージャーはリュウ・サイト、まあ、日本のファンには本当おなじみです。土田さんはリュウ・サイト選手はご存知ですか。いや、あ、そうですか、はい、和島さんとね、渡辺さんね、死闘をやったんですよ ね、死闘を演じましたが、さあ第5ラウンド両者勢いよく飛び出してまいりました。リングの中央、左へのジャブです。さあこのあたりちょっと圧力をプレッシャーを強めようかというチャンピオン。左ロックから右をフォローします。アッパーから左のストレート、ワンツー、すごいですね。昨年のチン・ユンウンとの試合の時にも3回ダウンは奪っていますが、その後粘られて苦戦しましたチャンピオンの有利。左のジャブ、ジャブの2発、分けますカルロス・パディーラさんはその昨年の有利対チン・ユンウン戦をレフェリーしました。このレンジだと左のアッパー、左のジャブ、渡辺さんうまいですね。この距離ですとどっちですか。いや、 やっぱり有利ですか。どっちもね、大距離やったらチャンスあるんですけどね、はい、やはりこうガードの隙をね、はい、打ちながら崩していくというパターンですね、はい、足が止まっています。左を出しましたチャレンジャー、左のアッパー、接近戦、リングの中央に戻ります。ちょっとチャレンジャーが手が出ません。あ、左のボディ、このボディ攻撃はいいですよね。そうですね、下から上、上から下とね、はい、そういうふうに打ち分けて、それが大事ですよね、はい、ワンツー、このワンツーですが右は当たりません。第5ラウンドもまもなく1分を切るところ、入ってくるところ右、右、右のクロス、右のクロス、右のストレート、じりじりと後退していく。いやー、チャレンジャー頑張ります。左から右のボディへ、今堤さんからナイスボディがありました。堤さん、はい、本当にチャレンジャー頑張りますね。いいですね、チャンスしてますね。今渡辺さん、はい、決定的かと思いましたがね、ちょっと棒立てになりましたからね、はい、あ、ここで第5ラウンドゴングが鳴りました。このラウンドは10対9、チャンピオンの有利が取っています。
渡辺さん、はい、このシーンでね、これ詰めろという感じもしましたけどね、一瞬決まるかなとね、はい、思ったんですかね、やはりは6回防衛してるやっぱり日本の精神的な強さでしょうね。そうでしょうね、はい、さあこれ渡辺さんね、はい、こういう流れというのは有利大体こう最後までもつれるというパターンが多いんですよね、はい、これ粘られるとね、久保田さん、はい、その粘られるとって話がありましたがね、そういうことがないようにということなんでしょうね、今のラウンドで緩めるのはこの調子でどんどんいけという指示が飛んでますね、はい、あ、そうですか、それから先ほどからよく出てる指示としてはですね、はい、あの相手が低い姿勢なんでね、やはりこちら側も低い姿勢でパンチを出していけという指示ですね、いい作戦ですね、あ、そうですか、あ、右のスルート、右のスルートです、ジャブで交代しますチャンピオン、パンチが当たるとまともですね、はい、カチッとワンツー、ワンツーから入り4つ出しました、チャンピオン大きな右、右アッパー、右のショートアッパーです、これは目が離せなくなりました、ガードの硬さ、バランスの良さということからしますと完全にチャンピオンが勝っていますが、チャレンジャーのその打たれても体を低くして前に出てくるこのファイティングスピリットというのはさすがに韓国の、あーここに話を話をという声が聞こえてまいりました、赤コーナー、もうすでに1分15秒が経過しています、第6ラウンド、チラリを放ちましたチャレンジャー、チャー選手はここでいかなダメですね、あ、そうですか、はい、やはりいかなね、左のボディーブロー、渡辺さん、チャンピオンがこれだけボディー打たれるというのは当たり前ように思うんですが、どうですか、まあ、やはりあの先ほどスモンドの選手のチャー選手は上下をね、バランスよくボディを打っていけ打っていけで、セコンド打ってますからね、はい、まだまだ冷静にボクシングを組み立ててますね、あ、なるほど、はい、これはウィービングで避けましたチャンピオンです、残り1分を切りました、第6ラウンド、右のストレート、左ノックワンツーです、軽く当てていきます、チャンピオンの左じっと睨みつけるように軽々たる眼光、チャンピオンのユーリ・アルマチャコフ、もうすっかり体は汗に濡れ光っています、チャンピオン、ワンツー、ワンツーから左、左から右、右のストレート、じっと狙っています、右のストレートを狙っている、じっくり交代、じりじりと交代、しかしチャレンジャーも前に出る、チャレンジャーも前に出る、残り30秒切った、あーっと飛び込んでの左ノック、チャレンジャーです。入ってくるところもチャレンジャー見ろ、左から右、そして飛び込んでいきます、あの飛び込んでいくパンチなかなか効いているようです、そうですね、ただ本当に何でも言いません、有利選手よく見てます、相手ね、はい、第6ラウンド終了のゴングが鳴りました、このラウンドも渡辺さん10対9、有利がチャンピオンが取っています、ですね、ちょうど、まあ、赤コーナーがここから見えるんですけども、はい、どうですか表情をご覧になっていて、いや、 やっぱり目つきが鋭くていいですよね、まだまだこういう回じゃないですかね、私は勝手にケメロコの狼と呼んでるんですけどね、あ、こちらがチャ・ナムフンです、第7ラウンドが始まりました、渡辺さん、はい、まあ、これから中盤に入ってきますね、はい、スタミナという面ではどうでしょう、いや、それはもう大丈夫でしょう、はい、はい、もう振り切っていくんちゃいますか、はい、はい、まだまだ全然スタミナには心配はないですね、はい、お互いダメージもないですね、左のアッパー、はい、しかしチャレンジャーはもう少し打たれ弱いという話も聞いてたんですが、そんなことないですね、そうですね、放送席久保田さん、はい、青コーナーですが、はい、まあ、自分のモーションが大きいから相手に打たれるんだと、相手に打つ隙を与えないぐらい脇を締めてどんどん打っていけと、あのセコンドからの指示も落ち着いてうなずいてますし、見たところそれほどダメージはないようですね、あ、なるほどね、はい、左のパスキャマス、右右が空振り、バラボディへ、ボディから顔面、そして右をフォローする、ロックの内側、しかしこの辺りも冷静、足を使います、チャンピオンリングの中央に戻ってまいりました、第7ラウンド1分経過、ボディから顔面です、まとめて打った、
当たり投手出しますね。そうですね、はい、また右、ちょっと悪い流れですね、はい、リーグにしたらボディから顔面を狙っていく。少しこうこの7ラウンドに関してはペースにはまったかなというところありますか。調子乗らすと怖いですよ、こういう選手は ね、 こういうタイプはね、はい、どん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 来ますからね、はい、もうすでに第7ラウンドも1分半を経過しています。ここまでポイントの中ではチャンピオンが取っていますが、第7ラウンドはチャレンジャーもいいボクシング。2回左ボディチャンスを迎えたがチャンピオン低い姿勢打ち返します。チャレンジャー右のストレート軽く当たりました。ワンツー、今度は大きい右、残り1分を切っています。第7ラウンド渡辺さん見てますとチャンピオンはパンチに強弱もつけているような。そうですね、やはり打ち分けてますね、はい、ここが中のところに、はい、そうですね、カウンターも狙ってますね。そうですね、さあこのパンチ、このパンチがチャレンジャー。そうですね、チャレンジャーの得意なパターン。しかし冷静です。大きい右、ヒット、ミナッパー、そして左、これはパンチが当たっていない。カルロス・パディーラレフリーに分けられました両者です。リングの中央です。右のストレーター、また入ってくるところ、左ワンツー、ここは狙っていきましたが、これはダメ、バランスを崩しました。チャレンジャーです。第7ラウンドも残り10秒、足が止まっている、足が止まってます。アッパーから顔面、チャレンジャー。ここで第7ラウンドゴングです。このラウンドは渡辺さん10対10のイーブンでした。なんですけども、あれを裁くのは闘牛と闘牛士の間みたいなね、ちょっと打たれすぎましたね。あ、今は、渡辺さん、今みたいに細かいパンチもらってると、はい、後でこう効いてくるっていうのはあるんですか。それはありますよ、はい、特に疲れてくるとね、それがダメージが、ね、効いてくるんですよ。特にボディなのがね、あの後でね、しんどくなってきます。あ、そうですか、はい、スタミナにもおそろすみません。今日は今までのタイトルマッチの中でもかなりボディにいいパンチをもらっているのではないかと思われます。チャンピオン左をダブル、チャレンジャーです。入ってくるところ、うまくこうあやすような感じで左のリードブローを見せます。チャンピオンです。そのあたりは渡辺さん、こう実にこうよく見てコントロールしてるなというね。そうですね、なんとか詰めていこうと思ってるんですがね、はい、左のボディ有利が一発出す間に3発くらいこうして返してまいります。チャレンジャーチャーナルフ。久保田さん、はい、赤コーナーでもね、見てないでもっと手を出せと、前へどんどん出ろと指示は飛んでるんですけどもね、なかなか思ったようにいかないようですね。そうですか、そうはなかなかいけないでしょう。シャンも来てますからね。そうですね、はい、右左ショートが当たる、右のストレート足が止まった、左ロック、右ロックを返します。右のアッパーチャレンジャーワンツーワンツースリー、ここ返す、また右を返した、打ち合いになった。第8ラウンド、左のフックです。また左のフック、前のサムディオ戦に比べますと、入ってくるときに右のアッパーですとかね、はい、それから左のフックがどうですか、ちょっと多いような感じもするんですが、いかがですか、渡辺さん。今回は冷静にしてますね、相手はガチャガチャ来てますけどね、冷静に相手を見ながら、はい、本当にバランスを崩さずにね、打ってます、はいはい、また右のフック、左のフック、ロープに相手を追い詰めていく。チャンピオン右のアッパー、もう一度接近戦です。左ロック体を入れ替えるか、右のストレート、左のストレート、左のボディ。渡辺さん、接近戦での打ち合いはどうですか、この両者。まあ、どっちも負けんとね、打ち合いしてますよ、はい、今のところはね、はいはい、チャー選手も、ね、打たれた打ち返す、そういうことよね。本当に今お話があったように打たれたら打ち返してきます。右だ、右だ、左、おう、そして右のクロスです。左のボディブロー、ボディブローもう一発、大きい
バディー攻撃。ここでゴング。第8ラウンドゴング。このラウンドはやはり第7ラウンド同様10対10のイーブンでした。この第8ラウンドの強烈な左のフック、堤さん、はい、今帰ってくる有利の顔を見てましたらね、ちょっと顔をしかめるような。そうですね、もうそろそろこの辺で行ってほしいですね。渡辺さん、はい、ボディどうですか、その動きですとかパンチの数とかご覧になっていかがですか、チャンピオン。やはりね、お互いガードがいいんですよ、はい、それは急所に入ってません、はい、はい、あの打てるんですけどね、やはりお互いガードがね、きちっきちっとガードしてますからね、はい、なかなかやっぱりね、ピンポイントに当てるというね、ダメージというほどのもんでもないですね、はい、はい、ワンツーから左をフォローしました。細かいパンチですがガードはあっと右側が広げる、チャンピオンの右です、ダッキングで受ける、あー左のフックスウェーしながらの左です。30秒経過しています。第9ラウンド、大きな左、また左、右のパー、左は空振り。確かにチャレンジャーもパンチは出していますが、正確度ということでは有利ですね。ボディを狙います、チャレンジャー足を止めている、少し後退しました、チャンピオン。左のフック、お互いにこう、おっと左、有利は倒しに変わってるんですよこれ、はい、あ、そうですか、はい、倒そうとしてるんですけどね、ものすごく強振してるんですけどね、はい、はい、意外と一発一発をね、強く打ってますよ、はい、ワンツー、 OPBF のジュニアフライ級6度防衛、いずれも KO 勝ちというチャレンジャー。おっと、ボディしたか、ボディしたか、そうですね、本当に北野選手の勇気はね、本当にすごいですね。あー、ボディー、左のボディーブロー、確かに先ほどの優位のパンチ効きましたよ、効いてね、一瞬やっぱり溜まったんですかね、はい、やはり自分が行かれたということでやっぱり行かなあかんというね、はい、気持ちがやっぱり強かったんでしょうね。またあの時に優位もあまりパンチ出ませんでしたね、はい、大きな右、ラッパースバランスをちょっと崩しました、有利、はい、ちょっとチャー選手ね、足がね、ちょっと立ってますが、膝伸びてますからね、当たれば倒れますよ、パンチの数はチャレンジャー、パンチの正確の強さはチャンピオン。第9ラウンドも時間がありません。ボディを打って出る、ボディを打って出る、ここでゴング、第9ラウンドゴング。このラウンドも渡辺さん10対10です。スミさん、はい、これ先ほどのシーンですがね、この右のストレートが効いたんですかね。でもチャー選手はよく見てますよね、一瞬何か渡辺さん、はい、見てると相手を引っ込むためにですね、引き込むためにわざとですね、こう効いたようなふりをしたんではないかと思ってしまうぐらい ね、はい、一瞬棒立ちになりますからね。そうですね、はい、その後の反撃はすごかったですね。さあ残すラウンドもあと3つ、 WBC 世界フライ級タイトルマッチ第10ラウンドに入っています。チャンピオンのユーリ・アルバチャコフ、右のストレート、また右を伸ばします、バーブブロックをしていますが、その上から叩いてきました、チャレンジャー、ワンツー。しかし渡辺さん、はい、パンチ右を出した後もですね、ユーリはしかし必ずそのガードがスッと戻ってきてますよね。そうですね、本当に何でも言いますかね、バランスを崩す、今日本当に一回崩してますよね、はい、右のパー、左のフックです。さあまた交代する、チャレンジャー交代する、左のフック接近戦、左のフック、ボディを持っていった、右のフック、青コーナーに追い詰めるチャンピオン。ここでまとめてちょっとパンチが
方ない有利です。すごいパンチだ、すごいパンチだ。尊敬するユー・ミャングーのソナギパンチと同じように雨あられとパンチを見舞います。チャレンジャーチャンラブフン、もうすでに第10ラウンド1分経過。威力はないんですけどね、もう気持ちで出してるんですね。なるほど、またロープに追い詰めますチャレンジャー。ああいう風に出されるとやりにくいんですよね。あ、そうなんですか、はい。入ってくるときに左のフック、左のジャブ、大きく飛び込んで左を見舞いましたチャレンジャー。これはガードしています、チャンピオン。ボディ打った、左のボディブロー、そして顔面、ボディから顔面へワンツーですが、これは荒っぽい。かぶせるような右は、まあ、有利の場合はここまで決定的なのは一発ぐらいしかありませんでしたが、その間に細かいパンチをもらっていますチャンピオンの有利。入ってくるところ右のストレート、また右のストレート、ああ、また右のストレートだ。ワンツー、チャンピオン、チャンピオン左ボディを持っていく、チャンピオンボディ、ここなんですよね、左ロック、細かいパンチ、チャンピオン残り45秒、したという注意。渡辺さん、はい、詰めるんですが有利も決定が出ませんね。そうですね、残りも15秒を切りました、はい。普通でしたらね、倒してますよ。そうでしょうね、普通でしたら、まあ、あの有利は悪いじゃなくてね、チャンがやはり粘り強いんですよね。そうでしょうね、はい、飛び込んだら左のボディ、第10ラウンドコング、第10ラウンドコング、このラウンドは有利10対9、ワンポイント取りました。有利アルバチャコフチャンピオンは4度目の防衛戦、チャ・ナムフンは世界初挑戦。ロープに追い詰めてパンチを見舞うんですが、堤さん、こう決定的なパンチがちょっと出ない、いいところで、ものすごい投資ですね、先ほど渡辺さんもおっしゃったように、決して有利が悪いんではなくて、チャが素晴らしいファイトなんだということでしょうね。第11ラウンドが始まりました。おっと、これは滑りました、足が滑りました。ああ、右のクロスです。この右のクロス、ボディ頑張る、ワンツースリー、東大卒者なんだ。さあ、追い込んでいった、ニュートのコーナー、足を崩した、バランスでした、ダウンか、スリップです。チャレンジャーが前進してまいります。すぐ立ち上がってチャレンジャー前進してくる。さあ、11ラウンド、チャンスを迎えたチャンピオン、チャンスを迎えたチャンピオン。右のストレート、渡辺さん、もうめった打ちなんですよね、めった打ちなんですが、倒しきれないですね、さあ、チャンスになっています。スミさん、はい、ここはチャンスですね。いや、でも挑戦者はやっぱり頑張ってますね。そうですね、思い切って右、左、チャレンジャーの右から左のフック、右のアッパーです。ショートレンジ、チャンピオンの右のフック、さあ、また足を止めて打っちゃう、左のアッパーから今度は左右入れ替えた、チャレンジャー入れ替えましたね。右、チャレンジャーの右、チャレンジャーの右のストレート、激しい打ち合い、11ラウンド激しい打ち合い、ボディを打っていく、これはアームブロックしています。チャンピオン左ロック、右、そして左、ダッキングするが、今度アッパーを狙うかというチャンピオン、アッパーから右、ワンツー、チャレンジャーワンツー。青コーナーはもう大変な騒ぎようです。いけいけですね、もう行くしかないですからね。この右のストレートがショートレンジです。ショートレンジ、右のショートクロス、得意なパターンであります。チャンピオン有利交代。
退する、有利交代する、左のジャブが顔面を捉えました。ここで足を使う、大きな右を振ってくる、足元、おっとボディ、ワンツー、ワンツースリー、左のアッパーから右のストレート、チャレンジャー、アッパーから左のフック、11ラウンド、ここでゴング、11ラウンドゴング、よく決まって5ラウンドになりました。10対8、有利が取っています。さあ渡辺さん、いよいよね、ちょっとね、今ね、チャン選手はね、苦情があるみたいですけどね、やはりバランス崩すことはダメなんですよ。そういうことですよね、はい、やっぱり打つときにね、有利のパンチも当たりましたからね、はい、ちょっとまあダメージはないんですけどね、はい、久保田さん、はい、今ですね、記者席の方に行っていろいろ採点を聞いてみたんですが、記者席の採点でも大体7ポイントから8ポイント有利が勝ってると、なるほど、そういう意見が多いようです。はい、なるほどね。まあ渡辺さん、まあそうでしょうね、6ポイント7ポイント、渡辺さんがここまで6ポイントですか、はい、堤さんはどうですか、はい、ここまで。いやー、僕はでも挑戦者が一生懸命あんな頑張ってるみたいだね、なんとかね、そういう風な気持ちになるでしょう。ここが入ってくるところ、わずかにこうカウンター気味、左が入りました。いよいよ最終ラウンド、グラブを合わせます。これでおーっと右のクロスです。激しい打ち合いラッキーだ、バランスを崩しましたが、これはスリップ、これはスリップ。最終ラウンドに入っています。 WBC 世界フライ級タイトルマッチ、チャンピオンのユーリ・アルバチョコフ対挑戦者第4位チャ・ラムフン。もうチャとしてはノックアウトしか勝つ道はないでしょう。アッパー、どうだ、これはどうだ、倒れたところ、倒れたところ、上から叩きました。今のは、今のはスリップですか、スリップですね、スリップですね、スリップですね、スリップです。今のはスリップです。しかし今渡辺さん、ちょっと危なかったですね、はい、今ね、そうですね、見方によってはね、レフェリーによってはスリップを見てくれましたけどね、そうですね、一応ダメ、打撃当たって倒れましたからね、はい、ボディ攻撃、ワンツー、大きな右だ、チャレンジャー右、打ち合いだ、打ち合いだ、最終ラウンド、ありったけのパンチを出してきます。右だ、チャンピオンの右、チャンピオンの左ノッカー、空振り、また左、チャレンジャー右のストレート、チャレンジャー右のストレート、ニュートラルコーナーに追い詰めるチャンピオン、入ってくるところ右、左ノッカーダメ、ボディから顔面、パンチを出します。チャレンジャーチャーナルフン、残り1分20秒、ラストラウンド入ってくるところに、またバランス崩した、またバランス崩しました、これはスリップです。大変な打撃戦になった。左から右、右のストレート、右のストレート、右のパー、ボーナスでした、ボーナスでした、チャンピオン、チャンピオン、右のフック、ボディ、ボディがアッパー、左のフック、右のフック、完全に完全にボーナスだ、チャレンジャーボーナス、チャレンジャーの誕生です、右のパーです。10対9。いやー、しかし渡辺さん、最後すごかったですね。そうですね、
本当にあのね、まあ、ユーリー選手も素晴らしいんですよね、チャー選手頑張りましたね。いやこれほど打たれずると思わなかったですね、はい、何回か棒立ちになったんですがね、打たれれば打ち返すと。ユーリーアルトルカト判定でユーリー4度目の防衛成功です。ユーリアルナタコフ、これで4度目の防衛成功。しかしこの試合も苦しみました。日本で行われました昨年の金ユン